どうも、高井です。真夏の読書、ネッククーラーで31度でも。今週も先週同様、こちらの本を読んで、こういうルーズリーフに書いてまとめて書き返してたんですよね。今週は先週と比べると、先週は9枚、今週12か13枚ぐらい書けたんですよね。結構進んだでしょ。ただこの本全体の内容からいくと、30枚は合計でいっちゃうんじゃないかなって思ってるんです。まあそうなると編集時間も撮影時間も長くなっちゃうんですけど、それはさておき、先週は 29.5 度ぐらいが午前中ぐらいの平均相場だったんですよ。で今週が31度が平均ですよ。31度はさすがに無理だっていうこと でそんな時にこれがようやく届いて、ネッククーラーの良さって、本来普通の扇風機っていうのは風がこう垂直に来るんですよ。まあ、角度は調整できるとしても手をかざす必要があるんですよね。でそれでも汗が吹き出ちゃうから、こういうタオルでこうやって汗を拭って、で読書を続けるとすごい手間じゃん。でそんな時にこれつけてみますよ。弱、中、強、これくらいが一番うるさくないし、31度でもまあなんとか読書できるよねっていう感じの涼しさですね。でこれのメリットって、まず手を拘束されないっていうのと、31度さえ超えてくれなければタオルでこうやって腕の汗をほぼ拭う必要がない。31.5 度あたりから汗がちょびっと吹き出してくるなという、このテカリ感が見える。で34度ともう汗の水滴が腕中に見えるっていう感じの体感ですね。なので家にクーラーがつけられないみたいな、そういう事情の人いると思うんですよ。そしたらこれ使えばいいんじゃないかなと思います。だってね、ハンズフリーですよ。手に持っている必要もないし、しかも設置している扇風機と違うのは、いちいち手をかざしに行くっていうんですか、もう暑すぎて限界っていう時に手を振りかざしてあーとかやったりするわけでしょ。そんなことする必要ないんです。問題なのは音のうるささか、許容できるか許容できないかじゃないかな。多分こういうね商品買おうにしても、どれ買ったらいいか分かんないと思うんですよね。私も分かんなかった。アマゾンで注文したんですけど、桜チェッカーにね URL を貼り付けてカチッってやったら、ほぼ全てというか、まあ見た商品全てが注意、要注意ですみたいな、どれかやいんみたいな。なので結構この商品はギャンブルだと思います。そのことを認めた上で皆さんも選んでみたら、もしかしたらクーラーつけられない部屋の人たちは快適な夏を過ごすことができるんじゃないかなと思います。それでは。